皆さんこんにちは。今日はですね、タスカムから新しく出ましたタイムコードジェネレーターの機能を備えた32ビットフロートの録音ができる最新のフィールドレコーダーですね、 FR-AV2 っていうのを紹介します。まあ、今ですね、タスカムの FR-AV2、これがですね、ニコンの Z6-3 っていうものにこんな風についてるんですけども、仮の感じなんですけど、まあ、ケージを組んで、ミラーレスカメラの方にこういう風につけてもいいですし、独立したレコーダーとして機能しますので、三脚などをつけるなり、マイクスタンドにつけてですね、別撮りでするっていうことも、可能になっております。で、まあ後から詳しく解説しますけども、Tascam FR-AV2 はですね、ものすごい革命的な、機能が備わっておりまして、それがタイムコードジェネレーター、前の、このチャンネルの動画でもですね、Tascam DR10L Pro っていう、ラベリアマイクの、レコーダーを紹介しましたけども、それも、アトモスウルトラシンクからタイムコードを入力することができるみたいな機能があったと思うんですけど、これはですね、タイムコードをもちろんそのワイヤレスで入力して、それとタイムコードを同期させるっていうことはできるんですけど、そうじゃなくて、これ自体から、カメラだったり他のレコーダーにタイムコードを供給することができるっていう機能です。なので、これをなんか母管として、タイムコードの母管として使うことができるっていう感じになります。まあ、タイムコードジェネレーターの機能が搭載されているということですね。で、そこがまあ画期的なんで、後半はタイムコードの話を、まあ、いろんなカメラで試してみようみたいなことをちょっとしますけども、まあ、その前にですね、ざっくりですね、概要を、まあ、FR-AV2 Pro なんですけども、32ビットフロートのレコーディングができるっていうことです。ここにフロート96っていうふうに書いてありますけど、32ビットで今収録してますよっていうところと、あと96、サンプルレートですね、96。でやってます。まあ普通48とかでやると思うんですけど、128までサンプルレートは細かい刻みができるんで、めっちゃ音質よく撮れるってことですね。で、また32ビットフロートって、まあ、なんだか知らない方もいると思うんですけど、簡単に言うと、ものすごくダイナミックレンジですね。小さい音から大きい音までのダイナミックレンジがもうどう描いても割れない、クリップしないぐらいまでの広いダイナミックレンジを据えることができる、録音することができるっていうところになります。で、まあ、ダイナミックレンジっていう映像の方をやってる人だと、ブラックマジック13ストップですとか、レッドが17ストップですとかっていう、映像の方のね、ハイライトからシャドウまでのキャプチャーできるその差のことをダイナミックレンジって言いますけど、もともとこれ音楽用語で、ダイナミックレンジっていうのはもう音楽の方から先にできた言葉を映像で利用してっていうような、感じです。もともとは音楽用語です。で、まあ、32ビットそのダイナミックレンジが広いってことはどういうことかっていうと、これとか絶対クリップするんですよね。まあ、ここにちょっとクリップしてるっぽい表示で出ますけど、内部的にこういう音も波形としてちゃんと残せる。だからいきなりこう、なんだろう、ライブ撮っててドラムがパパパパッと来ても、なんかちょっと怖いから下げとこうみたいなことしなくていいわけですよね。大きい音がいきなり来るみたいな時も。いきなりこう叫び声取るみたいな、わーみたいなシーンがあった時も割れることがなく、適切な音量に、まああんまりちっちゃくしすぎるとポストで上げるとノイズも上がっちゃうじゃないですか。だからそういうのを回避して、インプットの音量をですね、モリモリに、しておくことができるってことですね。もうここまでいっても絶対に波形としては全然大丈夫っていう、ことになります。っていうのが、まあ、32ビットフロートっていうのが一番の特徴かなっていうふうに思います。で、まあ、普通のレコーダーとして見てみると、XLR プラスフォーンのファンタムついてる、ファンタム出力がある端子が2個と、あと 3.5 ミリの、エクスターナルの、マイクインですね。それから、まあ、タイムコードイン。で、ここが今アウトしてるんですけど、イヤホンアウトと、TC アウト、ライン TC アウトっていうのがあります。ここパカッと開けると、単三電池で駆動。で、リチウムイオン電池とかだと、ファンタムなしだと9時間ぐらい。ファンタムありだと5、6時間、4、5時間だったはず、確か。で、単三電池以外にも USB での、電源供給ができるっていうことですね。で、メディアはマイクロ SD カードの。になります。で、ここにですね、Bluetooth を、まあ、別売りで、アタッチメントできる
オプションが、ここから Bluetooth のアタッチメント USB みたいなやつを入れるんですけど、それをつけると、まあ Atmos のウルトラシンクのタイムコードを入力す、ワイヤレスで入力することができるっていうこと、それから、iPhone のアプリがあるんですけど、Tascam レコードコネクトっていうアプリがあってですね、まあこれ 10L Pro の時も紹介しましたけども、まあこんな感じですね。波形も見れるし、レックのコントロールもできるっていう感じですね。ここは最大5台まで作られるんで、前紹介した DR10L Pro っていうやつとか、あのワイヤレスとかね、4台全部演者さんにつけてみたいな。で、エアーだけこっちで撮ってるみたいな、カメラの方に撮ってるみたいな、ことも、そういう使い方も結構できます。それからですね、この Bluetooth アタッチメントをつけて、まあ、Bluetooth 経由で、こうやってモニター、スマホと接続できるんですけど、AirPods とかにも同時に接続してモニタリングができるらしいです。で、その時の接続の設定変更みたいなのも、できるみたいです。なので、あのケーブルにこう、なんていうんですかね、結構こういろんな移動しながらいろんなところで撮影してる時に、モニタリングをこうヘッドホンのケーブルに作用する、されることがないので、動き回りながらこう、モニタリングできるので、相当便利なんじゃないかなっていうふうに思いますね。その AirPods 使うと。また、あの iPad でこう動画を撮りたいみたいな時にも、これ自体にオーディオインターフェースの機能がついてるんで、もちろんパソコンのオーディオインターフェースとしても使えるんですけど、iPad だったりスマホの、映像制作っていうんですかね、スマホで撮影するっていう時にもこれ使えるんですよね。で、32ビットのフロートのレコーダーのとこの、ここのマイクプリがついてるのが、そのめっちゃ良くて、ノイズがすごい、ノイズレベルっていうのが低いらしいです。めっちゃいいやつ使ってるらしいです。タスカムウルトラHDDA マイクプリアンプっていうめっちゃいいやつが入ってるっぽいので、めちゃくちゃ音がいいみたいです。まあちょっと今あのマイクのね位置がめちゃくちゃなんで、まあそこまで綺麗に撮れてるかちょっとわかんないんですけど、そういう状況でございますっていう感じです。それではですね、注目の機能でありますタイムコードジェネレーターの機能の紹介に移ろうと思います。はい、こちらの FR-AV2 にはですね、目白押しの機能っていうか、皆さん待望の機能っていうか、革命的な機能っていうか、タイムコードジェネレーターっていう機能がついております。今のこの撮影環境っていうのは、こっちの卓上のレコーダーですね、こっちで記録してて、でこっちのカメラの方で記録していて、こうやってあのクリップさせてパチンってカチンコみたいな感じでパチンってやって、それのクリップ部分で判定させて、まあ、目視でもそうだし、WAV の音の波形の真空で編集してるんですけれども、タイムコードをこう入れることで回したり回さなかったり、そうすると、そのこっちのカメラは一回止めました、もう一回始めましたみたいな時にまたパンってやらないと、なかなか同期できない時もあるんですよね。こっちとこっちの波形が、あのカメラで撮ってる方とレコーダーで撮ってる方の波形と、あとこっちの波形もこっちの波形もこっちの波形もちゃんと波形が共通じゃないと、まあ、ここ同じ部屋で静かな部屋みたいな状況じゃないと、音楽の波形で同期するっていうのは限界があるんですよね。で、往々にしてミスると。で、ミスった時に、あの、目視で自分で手で合わせなきゃいけないと。で、それも、結構まあダヴィンチで、そのマルチカメラで波形で合わせた時に、ちょっとずれたりも結構するんですよ。で、カット編集してからそれ気づいて、あ、めんどくせえみたいなこともまあまああったんですけども、このタイムコードを、ちゃんと同期してそのマルチカメラで撮影することで、そういうのが一括で、もうそこに惑わされるロスがない、失敗がないっていう良さがあります。で、世の中のタイムコードを同期する、まあ、カメラの方の機能としては、あのジャムシンクっていうものに対応しているカメラがあります。で、大体ブラックマジックのカメラは、あの最近のやつだったら対応してます。で、こっちアーサミリ 4.6K って2013年か14年ぐらいのカメラなんですけど、これも対応してます。こっちのプロダクション 4K は対応してなかったので、オックスシンクっていう方法で合わせるんですけど、まあミラーレスもそっちの方で合わせる感じになるんですけども、またそれは後で解説します。こちらのですね、ジャムシンクっていう方法はですね、こちらのタスカムが、今こんな感じですね、ここですね、タイムコードをジェネレートしていってます。ちなみに、TC アウトっていう文字がここに出てるんですけども、これはですね、メニューから、こう設定いってタイムコードの方でフリーランっていうのに増してるんですけど、まあフリーランでいいやっていう感じ でフレームレートをカメラでまあ撮影してるやつに合わせて TC アウトのレベルをですね、こちらを LTC ってやつにします。これがジャムシンク用のタイムコードアウトの信号レベルでございます。で、タイムコードアウトですね、この TC アウトを刺しますと、
で、ブラックマジックだったら、ブラックマジックの方のマイク入力ですね、こちらに挿しますと。挿す前にちょっと、もう半分挿したら、実はここにもう印が出ちゃったんですけども、何も挿してない時っていうのはですね、ここに1個つくんですよね。このタイムコードやってますよ、みたいなやつが。で、これ抜いても、抜いても今1秒31。こっちと、こっちで今同期している状態になってるんですよ。だからカメラセッティングするときに一回これぶっ刺すとジャムシンクができて、こう刺すと、ここの表示が、EXT っていうのが出て、まあタイムコードが、同期されます。タイムコードが同期されて、抜くと INT 出て、これでレックを一回止めたりして、でもう一回付け直したりしても後でタイムコードで合わせることができるっていう感じです。まあ、ちなみに一回オフってもう一回付けるじゃないですか。それでもタイムコードは同期されて完全に一致している感じなんですよ。でこっちのアーサーミニの方なんですけども、端子の方がですね、SDI 端子ですね。ここが TC インの、端子でございまして、まあ、普通タイムコードって言うともしかしたらこっちの方がポピュラーなんですけど、 SDI BNC 端子と 3.5mm のこういう変換ケーブルを使うとですね、まあ、BNC をつけて今こうなってるんですけども、これを挿すと、同期がしましたというところでございます。まあ、僕日頃タイムコード全然使わないでパチンってやってたんですけど、これまあやっぱり使うとマルチカメラの時めっちゃいいなと思うんで、これからもうこれをね常用していきたいと思うんですけども、このクロックもやっぱり精度がすごい高いやつが入ってて、丸1日回しても1フレームのズレが起きない、1フレームもズレないぐらい完璧にすごいクロックが入ってるらしいです。でもちろんもともとこれ音響機器なんで、まあリミッターとか一通りのそのレコーダーとしての専門的な機能は全部入ってる感じでございます。そしたらですね、ジャムシンク機能がない場合のタイムコードシンクの説明をします。こういったまあミラーレスカメラでしたりとかですね、まあ古いやつはジャムシンク対応してなくてですね、そういう時はどうしなきゃいけないかっていうと AX シンクっていうものをやるらしいです。はい、その場合はこう繋いで、さっきの時って1個刺しぶっ刺して1回同期したそのものを使えたんです。オックスシンクの場合はですね、1回繋いだらこの動画ファイルの音データのところにタイムコードの情報をレコーディング一緒にするっていう方式なんです。ダミッジでそういうファイルですよっていう風に設定するんですけど、まあやり方はですね、繋ぐのは一緒なんですけど、出す時の信号がちょっと設定変えます。タイムコードの設定に行きまして、こう LTC をマイクで出しますみたいな感じで出します。そうするとこれ表示的には何もないんですけど、まあマイクジャックにつなげて、でこうレックするという感じですね。そうするとこっちのこっちでジェネレートしてるこのタイムコードがこのねですね、L っていう方にですね、今入ってるんですよね。一回抜くと、今どっちもわちゃわちゃ言ってると思うんですけども、入れると、こうタイムコードがこう入力してってる感じなんですよ。一応こっちでもやると、3.5mm のイヤホンジャックの方に、こう挿して、そうすると、やっぱり左側の方の波形にこうタイムコードはですね入力されていってるわけなんですよ。っていう感じの収録ものになります。まあなのでそのミラーレスを複数台でやるときはジャムシンクができないので、また別途有線でねこう接続したりする必要があると思うんですけども、ジャムシンクができるやつ3台足すミラーレスみたいな時にもミラーレスの方にこう最後有線につけるようにして、まあマイクもねつけたりしてっていう感じでシンクロがマルチカメラの撮影ができる感じでなっております。まあここにねこうホットシューのクリップなんかも1/4ネジでつきますんで、まあもちろんオーディオのレコーダーとしても使うのもいいですし、そうじゃない時っていうかな、まあこんな感じでつけてタイムコードジェネレーターとしても使うことができるということでございます。っていう感じですね。かなり、画期的なモデルが出たんじゃないかなっていうふうに。サイズ感もすごい小さくて、さっきみたいにホットシューのところにこうやってつけても、すごくいいです。まあもちろんマイクも一緒につけるから、まあそしたら少しでかくなるかもしれないですけど、32ビットフロートで、好きな
コンデンサーマイクで綺麗にめっちゃ録音できる、まあ、カメラ撮影と一緒に使えるめっちゃすごい機能がある、レコーダーですので、ぜひですねチェックしてみていただけるといいかなと思います。まあ、こういう風につけた時のなんていうんですかね、重さ感っていうかも、あの本当にいいかもしれないですけどね、マイクとかもつけるとすごくいい感じの。さて、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルではですね、アートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。またショートの方でですね、いろいろと動画をお送りしております。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。マジでこれめっちゃいいです。それではまた。